どうも皆さんこんにちは。いつまでもダラダラとゲームしてたい中の人、エルザです。今回はブートヒルと相性がいいキャラとおすすめの編成をまとめて紹介していきたいと思います。単体特化の攻撃力に必中の弱点付与に加えて弱点撃破で大ダメージまで出せるブートヒル、こんなブートヒルをさらに相性や編成でパワーアップできるキャラがいるので紹介していきたいと思います。ルアンなどが必須でハードルが高そうというのはありますが、その他のキャラでも十分強く使えますので、ガチャの判断にしてもらえればと思います。またチャンネル登録などしてもらえますと今後のモチベにつながりますので、応援してくれる方はよろしくお願いします。それでは早速解説していきましょう。それでは相性のいいキャラについて紹介していきたいと思いますが、何気に相性がいいキャラが多いので役割別で紹介をしたいと思います。役割としてはアタッカー、バッファー、デバッファー、耐久枠でそれぞれありますので紹介をしていきたいと思います。それではまずアタッカーからやっていきたいと思います。アタッカーに関しては属性依存ではありますが、踏ませることで活躍の幅が広がるというところになります。アタッカー1人目は節衣です。弱点撃破特化となっているので、量子属性弱点がいる場合はとても相性がいいです。またブートヒルに関しては量子弱点の相手なら天才を装備した方が火力が高くなります。さらに調和主人公も合わせれば超撃破を2人で狙えるので、大ダメージもさらに狙いやすくなるっていうのがありますね。量子属性弱点の場合ですが、とても相性のいいキャラとなっています。アタッカー2人目はスショウです。ブートヒルと同じ弱点撃破後に力を発揮できるキャラクターですね。ブートヒルの弱点撃破後に必殺技最高度追加攻撃回数アップにより大ダメージが狙えます。同じ物理属性に対して強気にいけるので、単体に対して火力を出したいときは相性が良くなっているっていうキャラですね。こちらも調和主人公と組めば火力を見込めるので期待ができるキャラクターとなっています。続いてのアタッカーはアルジェンティ、ヒメコ、フェルタの知恵3人衆です。ちょっとこの3人似たような扱いなのでまとめました。この3人の傾向としては多くの敵を巻き込むことができるため、ダブルアタッカーの枠として活躍ができるようになっています。アルジェンティは多くの敵を攻撃しながら物理弱点の敵を一掃しやすくなります。ヒメコは弱点撃破からの追加攻撃で複数体の殲滅に救れています。ヘルタはブートヒルの大ダメージから HP50% 以下に対しての追加攻撃が狙いやすくなっています。それぞれ特徴はありますが、適した弱点が複数いるときはブートヒルの欠点を補ってくれるというものですね。ただここまで紹介したアタッカーはどれもダブルアタッカーを組むという想定のもとになります。必須ではありませんので、敵の状況に合わせて使用してみてください。続いてはバッファーの紹介です。こちらは人によって揃えるのは難易度が高いかもしれません。まず1人目ですが、ルアンメイです。このキャラは紹介は当たり前というところですね。というか必須級すぎるキャラクターとなっています。ブートヒルに必要な速度バフや撃破特攻バフ、さらに撃破効率に全体性貫通と全てが相性良くなっています。しかも弱点撃破延長でブートヒルの弱点撃破ダメージをさらに狙えるチャンスまで作れますからね。これが合わない理由がないです。この子を入れない理由がないくらい相性が良くなっていますよね。ルアンを入れない場合はどうやっても火力の限界を感じる部分が出てきます。物足りなさとか足りない、いないとダメだよねっていうことがよくあります。ブートヒルの性能が大幅に変わると思っておいてください。それくらい必須なキャラとなっています。続いて2人目はブローニャです。ルアンがいないなら欲しいバッファーというところですね。即行動のスキルはブートヒルの弱点撃破の手助けになります。これが意外と助かるんですよね。またブートヒルは弱点撃破を狙ってポケットアドバンテージを狙う必要があります。その手助けとしてブローニャの速攻度は単純に弱点撃破の機会を増やしてくれるので非常に助かるというところなんですよね。ルアンと違って弱点撃破の補助ができないなら手数を増やしてご利用そうという感じになります。その適したキャラがブローニャというところですね。続いて3人目は花火です。ブローニャと同じ感じで欲しくなるバッファーですね。ですがどちらかというとダブルアタッカー向けとなります。ブローニャはブートヒル単体との相性が良くなっていますが、ダブルアタッカーには向きません。ですが花火の場合は SP 回復ができるため、アタッカーや SP 消費が激しい編成でも活躍ができるというのが特徴です。使い方はブローニャと一緒ですが、対応できる範囲がちょっと変わるという感じですね。続いて4人目は調和主人公です。これはブートヒルに必須というよりかは撃破特攻型には必須なキャラとなりますね。ブートヒル単体の撃破ダメージはもちろん強いというのはあるんですが、
衝撃波の火力を上乗せできるのは簡単に火力がアップができて楽です。さらに調和主人公は時計屋を装備することが多いので4セットのバフ配りでブートヒールの火力をさらに伸ばしてくれます。ブートヒールの火力を伸ばす要素を持ったキャラとなっていますので、こちらも組まない手はないキャラとなっています。ルアンと同じぐらい必要なキャラとなっていますね。調和のキャラはブートヒールにとって必須級となっています。ルアンと調和主人公を必ず入れたいぐらいはありますね。ただルアンが手持ちにいないっていう方もいらっしゃるので、ブローニャや花火で代用するっていうのも考えておきましょう。続いてはデバッファーです。こちらは枠に余裕があったら入れるくらいのキャラクターとなります。必須ではないです。ただし撃破特攻の火力を伸ばす大事なデバフを持っているので、敵によっては採用もありということになりますね。まず1人目は銀狼となります。デバフのスペシャリストといえばこの子ですね。必殺技による防御デバフは特に優秀です。さらに人生削りも強く、弱点埋め込みもできるので、ブートヒルの必殺技で弱点を作れない場合は重宝します。ちょっと SP 消費が多くなって動きづらいっていうところはありますが、物理弱点がない時ほど活躍ができるっていう一面はありますね。続いて2人目はペラです。この子は必殺技だけでなく通常攻撃で SP 消費を調整できる優秀なデバッファーですね。とりあえずアタッカーに組ませとけば大丈夫なキャラですが、撃破特攻ダメージを伸ばす要素はしっかりと持っています。そのため調和キャラが足りなかったりデバッファー不足の場合は積極的に採用をしていきましょう。デバッファー枠に関しては調和2枚編成よりも火力が劣る部分となります。そのため優先度は落ちてしまいますが、火力貢献できる要素はありますので、キャラ不足の場合は採用しておきましょう。最後に耐久枠の紹介に行きたいと思います。耐久枠に関してはブートヒルの生命線になります。というかこの枠ないと全く機能しないくらいブートヒルが動けませんので、手持ちに合わせて入れておきましょう。まず1人目はギャラガーです。このキャラはどの編成に入れても強いんですが、弱点撃破とも相性が非常にいいです。必殺技で敵に酩酊が付与できれば弱点撃破ダメージがアップするため、ブートヒルの火力アップにつながるんですよね。しかも攻撃すれば回復もしますし、攻撃回数が多いブートヒルとしては非常に相性が良くなっています。また調和主人公とも相性がいいので、編成を組ませやすいというのも相性の一つになるかなというところですね。やっぱこのキャラクターは異常に強いですね。続いて2人目はポポです。 EP 回復でブートヒルのサポートができ、デバフ解除によって行動制限を抑えることが可能となります。ポポに関しては回復特化となるので火力の貢献っていうのはもちろんありません。ですが EP 回復によってブートヒルの弱点付与の機会を増やせますので、長期戦などで力を発揮しやすくなっています。物理弱点がない敵に対しては必殺技が基本となるため、ブートヒルのそういった部分を補えるのは強いと思います。続いて3人目は現在復刻中のフゲンですね。フゲンに関しては唯一ブートヒルの火ダメを抑えれるキャラクターとなっています。ブートヒルの火ダメはマイナス 15% からマイナス 30% とかなり痛い数値となってますね。これは誰に攻撃を受けるかによって変わってきます。ですが、フゲンの緩急の陣があれば、火ダメをマイナス 18% 最大抑えつつ、さらに 65% も負担してくれます。さらに、HP もアップするので、ブートヒルの生存率を上げるなら、もってこいのキャラとなってるんですよね。なので、単純に防御力が足りないなっていう方にとっては、フゲンは相性がいいキャラとなっています。続いて、4人目はアベンチリンです。バリアを不定期的に張れるキャラなので、耐久面においてはかなり優秀だと思います。バリアのいいところはブートヒルの HP が低くなってもダメージによっては耐えれるシーンがあるっていうことです。これはフゲンと比較するといいんですが、フゲンの性能は HP 自体は削れます。なんですがシールドを張った場合はシールドが犠牲になるので、バリアさえあれば例えば HP が極端に1だったとしても耐えれるようになるわけですね。そこが強い部分です。さらにデバフ抵抗もアップするので、連続の行動制限デバフに強くなれるのはいい部分かと思います。まあ、必ず防げるわけではないですが、防げる可能性は増えるっていうとこです。耐久枠に関しては必須級の枠となるため、この4人のうち誰かを入れたいなっていうところですね。ただ火力を上げれることを考えるとギャラが一択のところはありますので、火力を上げたい人は採用をするようにしましょう。ブートヒルの最適な編成例についてです。今回は相性がいいキャラで全て組んだものを用意するのは難しいので、同じ枠のキャラと入れ替えてもらえる想定で紹介したいと思います。固定が好ましい編成も今回多いので、編成名の横に書いてます。参考にしてもらえればと思います。
また耐久枠についてはどの編成でも変えるのはありというところですね。それでは編成について紹介したいと思います。まず1つ目、キャリー編成です。こちら固定です。ブートヒル、ルアン、調和主人公、ギャラガーですね。ブートヒルをとにかく強く使うならこの編成一択というところです。ブートヒル以外の3人が本当相性がいい編成となっているんですよね。全キャラが撃破特攻か撃破ダメージのバフを持っているため、お互いに強化ができる編成となっています。ただ回復面においてはギャラガーのタイミングが非常に重要となっています。そのためオート適性は低めな編成というところですね。続いて手数特化の編成です。こちら固定です。ブートヒル、グローニャ、調和主人公、ギャラガーとなります。この編成に関してはルアンを所持していない人向けとなります。正直ルアン編成よりも火力は劣りますが、手数で押せる編成となっています。こちらの編成の心配事としては SP の枯渇があり得る編成ではあるので、グローニャの突状況や公演性によっては変わってくると思います。グローニャの火力はおまけ程度で即行動をうまく使っていきたいというところですね。またブローニャのところに関してですが、ブローニャを持ってなくて花火を持っている方は花火を入れるというのも選択としてはありです。続いてダブルアタッカー編成です。こちら変動ありです。メンバーはブートヒル、節衣、調和主人公、ギャラガーです。節衣の部分が変えてもいいかなというところです。こちらに関してはダブルアタッカーと言ってますが、基本的には調和主人公の超撃破を生かす編成となっています。またダブルアタッカーを誰にするかによって属性の対応力が広がるのが特徴の編成といえますね。単体特化から複数特化にすることが可能なので、アタッカーを幅広く使えるのが特徴です。このあたりに姫子などを入れると分かりやすいかなと思います。ただこちらもキャリー編成には火力が劣る感じとなりますので、ルアンがいなかったりっていう時に採用してみてください。続いての編成は漁師染め編成です。こちらは固定ですね。ブートヒル、銀狼、花火、不限となります。漁師染めに関してはブートヒルの異物を天才にする必要があり、防御力無視を活用した編成となります。銀狼とブートヒルでダメージを稼ぎつつ、花火と不限でそれをサポートするという編成ですね。銀狼で漁師弱点を付与しつつ、ブートヒルの弱点付与を組み合わせるとダメージを出しやすくなります。ただし汎用性が高いわけではないので、使用されるシーンは限られる編成になると思います。もし無理やり入れるのであれば、花火の枠を調和主人公にしたりするのもありですね。続いて最後の編成です。無課金キャラ不足向けの編成となります。キャラクターはブートヒル、フェラ、調和主人公、ギャラガーとなります。ブートヒル以外が揃ってない人向けの編成ですね。星4と調和主人公がいると組める編成となっています。フェラ枠に関しては今回紹介はしてませんでしたが、ルカを入れるのもありです。物理弱点をつけるのでブートヒルの援護ができます。まあ、火力もそれなりに出ますからね。またギャラガーの有無でダメージが大きくかかってしまいますので、なるべくギャラガーを採用するようにしていきましょう。他の回復のキャラでもいいんですが、火力貢献っていうところはできないので、なかなか難しいところかなと思います。編成については以上となります。何かと固定の編成が多かったっていうところが正直なところですね。今回はブートヒルの相性のいいキャラと編成について紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。現環境は撃破特攻を優遇する状況ではないため、現在だとこんな感じになるかなと思います。まあそれでもね、相性のいいキャラ多いですよね。ですが一番驚くところとしては、その環境の中でも火力が出せるブートヒルはそれはそれで強いなっていうところです。ただ現環境だと必須なキャラが多すぎるので、何かとガチャをしにくいキャラなのかなとも思ったりもします。まあ、今後控えてるキャラとかいろいろいますからね。今後撃破特攻を伸ばすキャラが増えてくれば編成の緩和もあるかなと思いますね。調和主人公やブートヒルの流れがいい例です。今後増えてくる可能性は十分にあり得ると思います。その流れが来た時にこの編成のバランスが変わることも想定されますので、今後に期待はできるというところがブートヒルのいいところかなと思います。ただ現在としてはやはり固定組が多いなというところですね。ということでご視聴ありがとうございました。今回の動画楽しかった、役に立ったという方がいましたら、よければチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。